ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さあ、霊夢、今回は古代の人口減少について解説してこう。古代の人口減少、そんなことが過去にあったのかしら。あったんだぜ。縄文時代から弥生時代にかけての話なんだけどな。現代で特に若者が減少することは将来的にもかなりきついことだけど、古代で人口が減少することはさほど困らない気がするわ。そうかそうか。本当に困らないかどうかは私の説明を聞いてからにするんだぜ。それじゃあ、早速、ゆっくりしていってね。さっきも紹介した通り、縄文時代の終わりに急激な人口減少があったんだ。約2500年も前のこの現象を東京大学の研究グループが、現代の日本人男性の DNA 解析から明らかにしている。へぇ、そうなのね。それで、どうして人口が減少してしまったのかしら。それは、寒冷化により狩猟生活をしていた縄文人の食料が減ったことが原因とされている。東京大学大学院理学系研究科の大橋淳准教授と大学院生の渡部雄介さんらは、同大学大学院医学系研究科の徳永克志教授らと共同で、日本人男性345人の男性だけが持つ Y 染色体の塩基配列を解析。Y 染色体は父親から息子へ受け継がれるため変異をもとに系統を調べることができる。現在の日本人は縄文人と大陸からの渡来系弥生人の根結と考えられているんだけど、解析の結果、日本人の Y 染色体は7つの系統に分かれ、縄文人に特有の型を持った系統の男性が122人いることが判明したんだ。これにより、研究グループはこの122人を対象に、共通祖先を遡る遺伝子系図解析を実施、遺伝子の変異が起きる速度をもとに過去に遡って人口の推移を推定。その結果、約2500年前の縄文時代晩期から弥生時代初期にかけて、人口が大幅に急減していたことが明らかになった。男性の人口だけでなく女性を含めた全人口が急減したと推定できるんだけど、この時期は日本を含み世界的に気候が寒冷化しており、気温が下がったことで食料供給の減少が人口減につながったと見られるんだぜ。これはまずいわ。霊夢、古代だから人口減少がそこまで大したことはないと言っていたけど、古代の人口減少はヤバさが全然違うんだぜ。そうよね、寒冷化して食料が供給されずに人口が減ったということは、飢えて命を落とした人がいるということよ。とんでもない話だわ。そうなんだよ。これにより、縄文時代後期には26万人から 7.6 万人にまで人口が激減したんだぜ。あまりにも減りすぎよ。本当にとんでもない人口の減少だよな。人口が3分の1以下になるんだからヤバすぎるんだぜ。ここから人類は人口が増加していくことになると思うんだけど、どうやって人口が増えていったのかしら。研究グループによると、その後人口が増加したのは気候が再び温暖化し、渡来系弥生人がもたらした水田稲作技術によって、安定した食料供給が可能になったためと考えられている。なんとか軌道修正してくれて助かったわね。ここまでは、縄文時代から弥生時代にかけての人口減少は、世界的な寒冷化が原因と説明したんだけど、実は他にも原因があるとされている。そうなのね。寒冷化以外に考えられる原因として感染症などの疫病、そして火山や地震などの天災だ。特に、紀元前4300年頃の機械カルデラの大噴火は1万年に一度の規模であり、その影響は甚大だったと考えられている。経済学者の紀藤博士の著書に、人口から読む日本の歴史という書籍があるんだけど、それによると、日本列島に人間が住み着いたのは60万年以上前の時代だとされ、国立遺伝学研究所の斉藤成也教授によると日本列島に最初の人が渡来したのは、約4万年前だとされており、その後は徐々に増加し、縄文早期の2万人から縄文中期の最盛期には26万人にまで増加。しかし、その後縄文後期には16万人、縄文晩期には 7.6 万人にまで減少している。これは寒冷化が原因だけど、それ以外にも原因があるということよね。そういうことだ。抜くことになるが、それだけが理由とは思えない。そのうちの一つが疫病だ。なるほど、とんでもない感染病で、地球の人口が減少したという話は聞いたことがあるわ。最近でも新型コロナウイルスの蔓延で、たくさんの方が命を落としてしまったが、人類の歴史は感染症との戦いの歴史だ。古代メソポタミアの時代に書かれた、ギルガメシュ叙事詩においては、大洪水が有名だが、それ以外にも猛獣による最悪、飢餓による最悪、疫病による最悪が指摘されている。古代ローマ帝国と漢帝国は2世紀以降に人口が激減。感染症のペストが原因と言われている。ローマ人はお風呂が大好きだったのに、ペストはお風呂で感染するというデマが広がり、ヨーロッパではシャワー文化になったとされているよ。そうなの、知らなかったわ。縄文時代後半には大陸からの人が渡ってきて、当時の縄文人には免疫がない病気を持ち込んだ可能性は否定できないんだぜ。でも、一体どんな疫病が蔓延したのかはっきりしたことは分かっていない。可能性は低いかもしれないけど、疫病により人口が激減した可能性もあるということだな。ふんふん。この縄文時代から弥生時代にかけての人口減少は、シュメール人が関わっているとも言われている。
シュメール人はティグリス・ユーフラテス川の下流域に突如住み着き、土着の民族ではない東方から来たと言われる人々で、どのあたりの地域が発祥なのかはっきりしていないんだけど、世界に記録されている最古の文字が紀元前4000年後半のシュメール語であり、シュメール文学電子テキストコーパスはオックスフォード大学のプロジェクトにより、古代メソポタミアの紀元前3000年後半から2000年前半の文献に記録されている、約400編の文学作品から構成されている。つまり、シュメール人がどんどん疫病を広めた可能性があるということかしら。その可能性があるということだな。疫病を広めたということをシュメール人が原因だというのは、彼らに対して失礼かもしれないけど、あくまで可能性としてあり得るということだぜ。なるほどね。もう一つの可能性として考えられるのはカルデラの大噴火だ。約7300年前、紀元前5300年頃に巨大噴火が発生している。トンガでも海底火山であるフンガハーパイ火山が噴火して、この火山においては1000年に一度の大噴火で火山灰や溶岩、土石流などに加えて、津波の被害も発生している。カルデラの大噴火による火砕流は 100km も離れた九州南部の海岸まで達し、北海道まで航海、約150立方km のテフラを生成し、火山爆発指数7を与え、過去1万年で最も爆発的な噴火の一つとなったんだ。凄まじい噴火だったのね。トンガの噴火と同様に海底噴火だとすると海からは津波、空からは火山灰が降り注ぎ、西日本は壊滅的な被害を受けたとされているんだぜ。なるほどね、確かにこれほどの大噴火であれば、たくさんの人が命を落としても不思議ではないわ。他にも縄文時代から弥生時代にかけての人口減少に関して大胆な仮説もあるんだ。一体どんな仮説なのかしら。かつて一般に文化を有する民族が日本に北や西や南から流入してきたとされている。しかしカルデラの大噴火において縄文人は生き残りをかけて全力で逃げたはずだ。そりゃそうよね。海で生活していた人々は海に逃げたはずだ。生き延びた人は西や南西に逃げ、もしかするとシュメール人とはカルデラから逃げた縄文人なのではないかと考える人もいる。確かにこれは大胆な予測よね。これと関連して不思議なのが縄目分土器との関係だ。縄文人が持ち込んだのであればわかりやすいんだけど、それ以外にどのような理由が考えられるのだろうかということだ。実は、縄文土器とよく似た縄目分土器がヨーロッパで発掘されている。縄目分土器に注目している人がいること、ヨーロッパでも研究が進んでいるそうで、このことがわかっただけでも大きな進歩とされている。ほうほう、ポーランド南東部の縄目分土器文化集団の遺伝的多様性に関する研究が公表され、ヨーロッパ大陸の新石器時代には重要な人口統計学的変化と人口事象があり、近年では多くの考古遺伝学的研究により示されてきたんだ。人類集団間の遺伝的系統、類似性、混合過程は異なる生活様式、埋葬習慣、物質文化表現を有する文化複合と関連し、異なる器官と地理的背景の個体群の分析により調べられているんだぜ。そうなのね。ヨーロッパ南部における紀元前3100から紀元前3000年頃のヤムナヤ複合の出現は、さらに北方の縄目分土器複合の出現、紀元前2900から紀元前2800年頃とほぼ一致していて、より早期の考古遺伝学的分析では、縄目分土器複合個体群は草原地帯系統を示すと、明らかにされてきたんだ。しかし、ヨーロッパ中央部で分析された同時代の個体群では、草原地帯系統が様々な程度で確認されている。縄目分土器を使っていたのは中央ヨーロッパの民族だとされる説がある。実際に縄文土器が中央ヨーロッパで使用されていたことを裏付ける資料も発見されているんだぜ。そうなのね。それはもはや説ではなく事実と言っても過言ではないわね。その資料にヤムナヤという言葉があるそうなんだけど、これはヤムナ文化のことで、紀元前3600年頃から紀元前2200年頃にかけて、ドナウ川とウラル山脈の間の広大な地域にわたって存在していた。BDC という言葉も資料に存在していて、これは小城ビーカー文化の略で、紀元前2600年頃から紀元前1900年頃までヨーロッパで広がったんだ。その起源や担い手は今もまだ解明されていない。ふんふん、ヤムナやイベントの影響が初期のゲノム研究で推定されたよりも、小さいことを示唆する最近の考古学的レビューと一致していて、新石器時代初期の一般的な mtDNA 系統にもヤムナや牧畜民にどうか、置換された、系統にもリンクしていることが確認できるんだ。すごいじゃない。さらに時代を進めると、BDC の遺伝子プールには南東部 CWC の遺伝的階層が検出され、この地域は、紀元前3000年期には重要な社会地域であり、異なる起源を持つ人間集団の真の戦士時代のメルティングポットで、ヨーロッパの他の地域よりも約200年早く、典型的な BDC のゲノムが出現した可能性があるんだぜ。ほうほう、まあ、こんな感じで縄文時代から弥生時代にかけての人口減少には、様々な考えがあるということだな。結構いい勉強になったわ。ここからは日本の人口について解説していこう。日本の人口、随分抽象的なテーマじゃない。抽象的かもしれないけど、これは重要なテーマなんだぜ。なぜなら、世界的には人口の増加が顕著であるにもかかわらず、日本では人口が減少に転じようとしているからな。
それに、この日本の人口に関する議論は古代日本の謎を読み解く、ヒントにもなりうるかもしれないんだぜ。え、そうなの？国立社会保険人口問題研究所が2006年に行った推計によれば、世界の人口が90億人を突破すると考えられている2050年頃、日本の人口は9000万人前後になり、2105年には4500万人ほどになるとも言われる。現在の日本の人口は1億2800万人。つまり今後100年で約3分の2の日本人が消えるという計算だ。確か、縄文時代から弥生時代にかけての人口減少では、3分の1になってしまったのよね。それを考えると、とんでもない人口減少だわ。そうなんだよ。もしこの推計通りに進めば、世界で誰も経験したことがない、人口激減社会に突入するんだぜ。やばいじゃない。ただ、これから多くの先進国が直面するだろう人口減少で、それをいち早く経験するサンプルとして世界中からその動向が注視されているんだ。そんなことで注目されるのは嫌だわ。とはいえ1万年に及ぶ人類の歴史を振り返ってみると、日本列島が人口減少に直面したことは実はこれが初めてではない？それはそうだけど、過去の人口減少の原因を紐解き日本人はそれをどう克服して、1億2800万人の現代日本を作り上げてきたのかを突き止めることができれば、人口が減少してもそれを乗り越えることができるかもしれないんだぜ。確かにそれはそうよね。上智大学経済学部教授で歴史人口学者の紀藤博氏は、日本の人口は何人が最適か、そんな質問をよくされます。10億人でもいいかもしれないし、数千万人でいいかもしれない。私はそう答えています。例えばこのまま人口が減っていくと労働力が足りなくなると言われますが、それは人口問題ではなくて、経済問題。人口を経済の規模に合わせるか、経済を人口の規模に合わせるかで、人口の上限は変わってきます。つまり人口というのは、絶対的に最適という数字はない。日本の歴史を見てみても、大きく見るとその時々の食料とエネルギーの生産量が、人口規模を決めてきたと言えますね。このように語っている。言われてみれば、確かにそうよね。人口が減るということは、ネガティブなイメージが強いんだけど、その分、必要がなくなることもあるもんね。そうなんだよ。紀藤氏による、日本列島の人口波動、というグラフを見てみると、今から約1万年の間に、日本列島の人口は大きく見れば右肩上がりで増加してきている。だが、そこには大きく4回の変動ポイントがあり、右肩上がりに増えていた人口が一時減少するポイントで、このグラフを見るとわかるように、日本の人口は、1万年の間に大きな4つのピークを変えている。こうした人口減少は、出生率を死亡率が上回ることによって起きるんだけど、それを引き起こした原因は、それぞれの時代によって様々であり、今回の大きなテーマである最初の大きな減少、つまり1つ目のピークが訪れたのは、縄文時代後半で、これは気候変動が大きな原因になったと言われている。そうよね。日本列島が初めての大きな人口減少期を迎えた縄文期は、こんな時代だったと紀藤氏は語ったっている。紀元前2300年の頃、日本には26万人が住んでいたと言われています。原始時代としては高度な狩猟採集経済を営み、限りある空間を最大限に利用していたと考えられています。このように語っているよ。ほうほう、住居跡などから割り出してみると、日本の人口密度は狩猟採集社会としては、世界一高かったと言われる。ところが縄文時代も晩期に入ると、その人口が一気に減少してしまったばかりに動物も激減。当時の日本人は食事に困ってしまったんだぜ。それで人口が激減したのよね。そうだな。紀藤氏はこの時代は他に火山の噴火などの自然災害が一瞬大きく人口を減らしたこともあった。ただしこれは地域的なものであって、列島全体の人口減少という波には結びつかなかった。このように語っているんだ。あら、日本全国で人口が一気に減ったわけではないのかしら。どうやらそのようだな。26万人といえば東京ならほぼ墨田区の人口となる。これが日本列島全土を使って生活していたと考えるとかなりの余裕の人口密度だと思うだろ。そう思うわ。当時の人はのびのびと生活していたんじゃないかしら。ところが実際はそうでもなかったみたいだ。当時の技術水準を考慮すると、全ての技術をフルに動員して増やせるところまで増やしたギリギリの人口だったそうで、そんな時に気候変動が発生して、これが急激な減少の大きな原因となったということだ。なるほどね。パンパンに膨らませた風船が一瞬で割れるように、大きく人口は減り、人口曲線は一つ目のピークを描き始め、26万人いた縄文の人口が7万人まで激減し迎えた弥生時代、再び人口は増加に転じる。マリサは気候変動が戻ったって説明していた気がするんだけど、実際はどうだったのかしら。弥生時代といえば稲作だ。海の向こうから持ち込まれた稲作の技術が全国に拡大して、食料供給量がアップし、それに合わせるかのように瞬く間に人口を押し上げたんだ。なるほど、米の力というわけね。これにより、紀元前2300年から紀元前1000年までの約1000年間で、7万人まで落ち込んだ人口はおよそ8倍の60万人まで伸び、
この縄文後期の人口減少期から弥生時代の人口増加期にかけての人口カーブは、日本列島の人口変動に共通する黄金パターンということができる。その後も日本列島の人口の増加のポイントには多くの場合、海外から持ち込まれた技術革新があり、新しい技術や社会制度などが持ち込まれるたびに文明システムが転換し、人口は増えていったそうだ。なるほどね、どんどん人間が素晴らしい技術を開発していったのね。そういうことだな。一方、そうした新しい技術が定着し発展の余地がなくなると、人口は横ばいに転じるようになり、そこに気候変動などが起こる。一転して人口が減少していった。これが日本の人口変動の一つのパターンとなっているんだぜ。へえ、そうなのね。稲作技術をきっかけに始まったこの人口増加も、その後奈良時代には500万人と順調に伸びていったんだけど、平安時代の700万人をピークに再び減少期に入っていく。この減少の原因となったのは社会システムの変動だ。今度は技術革新ではなく、社会システムにより人口が左右されたのね。そうなんだ。この時代になると、それまで一人一人が朝廷に所要庁を治めることで、経済が回っていた中央集権国家が平安時代に入ると次第にその構造が形骸化。それと同時に高地の開発が消極的になっていったそうだ。ふんふん、これは中央集権の仕組みが緩んで国家が弱体化、農地開発にまで手が回らなくなったためとも言われているんだ。実際には開発できる土地の余地はまだこの時はたくさんあったとされているんだけど、その開発が次第に行われなくなってしまい、そうして荘園領主は開発よりも寄進によって荘園を拡大するようになり、国からも国民からも意欲が失われていったそうだ。あらら、国民のモチベーションが下がってしまうのは残念だわ。そこへ来て平安時代には再び気候変動が発生。今度は温暖化となり、これによって西日本は特に乾燥が進み、水田などの水の確保が不安定になっていったそうだ。あらら、農地開発があまり進まずにそこに気候変動なんてタイミングが悪すぎるわ。そうだよな。弱体化した国家では新たな農地灌漑を行う余裕もなく、このようにして日本全体が末法思想の広がりに見られるように未来に失望する停滞ムードに包まれ、人口停滞を招いていったと考えられるんだ。これは悲しいわね。この時代は気候変動による飢饉や天然痘の大流行などの記録も残っている。ただし本格的な人口減少を招いたのは意外にこのような人の心理も大きかったそうで、未来に希望を持てないという心理的なブレーキと気候変動などの外的要因がセットになって人口減少期に入る例は、この後の時代も不思議と多いそうなんだよ。なんだかことごとくタイミングが悪いという感じがするわ。そうだよな。こうして人口は平安中期に伸び悩み、鎌倉室町時代を迎え、これが日本の人口曲線の二つ目の山となったんだぜ。ほうほう、平安中期から鎌倉時代が終わるまでの約300年間は、人口600万から700万人の時代が続く人口低迷期とされている。これが再び人口増加に転じるのは室町時代のことで、当時の荘園制度が形ばかりのものになり変わって荘園役人から成長した在地領主の力が大きくなっていったそうだ。やがて在地領主の中から大名が生まれ、封建社会の枠組みができて、ここで生まれたのが貨幣経済という仕組みなんだけど、年貢は現物より貨幣で納めさせる方が荘園領主にとっては都合が良かったため、全国へ広がっていった。こうした市場が整備され全国へ拡大していったそうだ。そうなのね。その後、大名同士が争いを始め戦国時代に入ったことも、発展に弾みをつけた。築城のための土木技術が農業用水に応用されるなど、様々な農業技術も進んだんだ。また政治的な再統合も起こり、16世紀半ばまでに国内は経済面でも活性化していく。ふんふん、さらに江戸時代に近くなると、農民が勤勉に働くためのモチベーションも生まれ、例えば貨幣は主に領主だけなんだけど年貢の代わりに手にすることができた貨幣が、この頃になると農民にも少しずつ広まっていったそうだ。なるほどね。これは生産増大のインセンティブになっていくと考えられ、しかも狭い土地でより生産性を上げたいとなると、当時としてはたくさんの人が住んでいた日本では労働集約的な農業を目指すしかなく、そしてこれに稲作が向いていたとされている。だらだら働く人より熱心に働く人が欲しく、人を雇うより家族経営主体の農業に移っていったそうだ。確かにこっちの方がうまくやっていけそうよね。農家の規模は小さいんだけど、土地の生産性は高く、そんな小規模な家族経営型農業のための人手を増やそうと人口が急激に増えていった。このような人口成長と経済成長が同時に起きて人々は猛烈に働いたそうだ。狭い農地に勤勉な労働力を投入して、そんな日本ならではの農業がここに成立していくんだぜ。ふんふん、こうして人口曲線の三つ目のピークが訪れる。おお、いい調子じゃない。ただし経済発展とともに人口は増加し、発展が一段落すると、その伸びしろがなくなると人口は減少に転じるんだ。あ、そういえばそうよね。室町時代からは人口が増加するんだけど、これがずっと続くわけではなく、次にピークとなったのは江戸時代中期だ。
1600年頃、日本の人口は1200万人から1800万人くらいと言われてる。専門家の木頭氏によると、当時の日本の人口は1500万から1600万人ぐらいになったそうで、その後、江戸も後半に入ると、日本は3200万人もの人口を抱えるようになったそうだ。そしてここから幕末までの1世紀以上、この3200万人というところで、人口はピタッと止まってしまった。一体何があったのかしら？大きな原因は、少子化、だとされている。ちなみに江戸時代後半の生涯出生数は平均5人だ。ただし当時は子供の死亡率が今と比べて桁違いに高かったそうで、5人産んだとしても、1人の男子の後取りを残せるかどうか、微妙なところだそうだ。ほうほう、こんなに子供がたくさん生まれていたのにどうして少子化になってしまったのかしら。これに関しては、鎖国の日本では食料もエネルギーも完全に自給自足だ。ここで人口の増減が止まったのも当時は3200万人という人口が、日本列島の自給自足システムが許容し最大限の人口だったためと考えられるんだぜ。へえ、そうなのね。食料とエネルギーの供給量に合わせて人口は増減する。そんなパターンがここでも見て取れるんだけど、これに加えて18世紀から19世紀にかけての江戸時代には天明の大飢饉など大きな飢饉もたびたび起きている。気候は寒冷期に突入し、冷夏、日照不足、洪水など農作物への災難も続いた。ただしこの少子化を招いたのはそうした自然災害ばかりではないんだ。他にも原因があるのね。1666年に諸国山川の掟という森林開発を制限する掟も、幕府から出されていることからわかるように、江戸時代の人々はすでに文明が招く環境破壊の意識、今でいうエコの意識を持っていたと考えられている。飢饉など自然の力を目の当たりにした江戸の人々が、将来の明るくない展望と環境負荷をかけたくないという心理から、無意識に子孫を増やすことにブレーキをかけ、そうして江戸時代の少子化を招いたというのも大きいそうだ。3200万人前後で人口が止まる停滞期は、鎖国が解かれる半世紀ほど前の文政の時代まで続くとされているんだぜ。へえ、そうなのね。近代における日本の経済成長が本格化したのは西南戦争が終わった1880年頃のことだ。これはなんとなく知っているわ。木頭氏は経済成長と合わせるように人口も年率 1% の割合で増加を重ね、1967年には1億人を突破します。ところが70年代に入ると、1960年代の高度成長期には 10% と高かった経済成長率が、5% 前後に落ち込み、さらに90年代には 2% 台にまで低下する。人口はまだ減少しないまでも、これに合わせるように、その増加が鈍っていきます。かつての人口減少は、一般に死亡率が増えることで、出生率を死亡率が上回った。一方現代では、出生率が猛烈に低下したことが大きな原因になっていることは明らかです。少子化という言葉自体は、1990年に誕生した新しいものですが、出生率が減ることで次世代の人口規模を維持できる水準を下回り、現代の人口鈍化が始まったのは1974年、翌年には日本人の合計特殊出生率、すなわち一人の女性が生涯に産む子供の数が2を割り込み、後に言われる少子化が始まったと考えていい。このように語っているぜ。現在は少子高齢化社会でもあるし、過去の経験を生かしてなんとかよりより日本を作っていきたいわね。そうだよな。さあ、今回の解説はこんなところだ。霊夢、何か感想はあるか？そうね、縄文時代から弥生時代にかけて気候変動により、人口が減少したことは知らなかったわ。それと、弥生時代に米が入ってきたり、技術革新や社会制度に変化が生じたり、過去の日本の人口の増減から学ぶことはたくさんありそうよね。そうだな。さっきも霊夢が言っていたけど、現代の日本は少子高齢化社会だし、過去の経験をぜひとも将来に活かしていきたいよな。そうよね、こういう過去の経験を未来に活かしていくことは、古代について学ぶ上で重要な意味を持つのかもしれないわ。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。